敵は戦場市長を狙っています。庁舎にはまだ市長が残っているようです。現在避難誘導隊が救助に向かっています。急いで絶対に市長を守りなさい。待て、どうやら敵は強化型らしい。十分注意しろ。ボルガーラ文明保全財団も今回は苦戦が予想されます。甚大です。ジェネレーター出力低下。ダメージがない。信じられない走行だ。いかん、このままでは。なんということでしょう。攻撃が通用しません。ボルガーラは無傷です。強い、強すぎる。絶対絶命です。この街はどうなってしまうのでしょうか。マップの赤い点のところにエレンさんがいます。
前の仕事はあのロボットを倒すことだろう。私なんかに気を取られてる場合か。いいから、さ、逃げよ。足をやられた。走れない。出血がひどい。このままだと。そんな顔をするな。お前だけでも逃げろ。お前が一番よくわかっているはずだ。あの敵は強い。怪我人を連れて勝てる相手じゃない。行け。お前の使命を忘れるな。ダメ、絶対連れて行くから。鬼人を上回っています。このま、あの防御力に攻撃力、なんとかならないの。ダメだ、一度撤退するしかない。そんな、鬼人が負ける。もういい、理事長、君だけでも逃げるんだ。能力は完全に財団の人型マシンを上回っています。鉄壁の装甲、そして絶大な攻撃力。このままではやられるのも時間の問題です。戦場はどうなってしまうのでしょうか。
ままでは。やはりお前だけで逃げろ。そんなことできない。奴は強い。このままだとお前は死ぬぞ。私がおとりになる。お前は逃げろ。どうせこの出血では長くは持たない。このままだと二人ともやられるだけだ。二人で死ぬより一人でも助かるべきだ。銃貸せ。いいか、私が逆方向に走って敵の注意を引く。お前はその隙に逃げろ。怪我の出血がひどい。すぐに治療しないと。どうすれば。平和になったらお前に話すことがあったのに。あとを頼む。いつか必ずこの星からボルガーラを追い出せ。エレン、血がこんなに。どうすれば。どうした。3分だって。3分、そう言ってる。言ってる。何のことだ。基準に異常です。アルケミックドライブ、出力増大、元素転換率 120% オーバー、異常事態です。何事だ。基準が自ら出力を上げているのか。雷システム発動します。ライオール、わかった、やる。これぞ魔剣雷。3分で勝負をつける。病院に運ぶから、もう少しだけ頑張って。よくやった。お前、さすが私の。しっかり。ライオール、エレンを病院へ連れてく。お願い。理事長、呼びつけてすまない。雷モードへのチェンジ方法を教えておく。エネルギーがマックスの時、グランドチャージ後に四角ボタン、超戦闘システムを発動させ、3分間だけ戦闘力を高めることができる。
かってる。病院へ戻るからエレンについててあげたいんだ。禁断の力か。神をも切り裂く魔剣、使い方を間違えれば惨劇を招くことになるか。事件に関する続報です。ボルガーラが撃退されてから一夜明け、被害の全容が見えてきました。被害は想像以上にひどいようです。特に大きな被害を受けたのは戦場新都心周辺です。倒壊した建物は次の通りです。戦場市長、スタジアム以上の建物が完全に倒壊しました。被害金額は200億円以上に上る模様です。